本日このように多数の皆様をお迎えできますことを心より嬉しく思っております。働き方の仕組みに変革することが必要であり、結果としてイノベーションの創出、新たな価値創造が期待できるものとなります。いつも感じておりますのは、趣旨は非常に元気であるというふうに思います。皆さん分かってますか？2001年に9.11 が、自分がお話を聞いて、まあ、自分の蓄積というか引き出しを増やしたいというのが一番の狙いですね。手順通りでない指示が通ってしまうということですね。で、まあ、西山さんは、まあ、お目に見ていただくところが大丈夫なんですけど、指導が講師の先生との出会いと、あと参加していただいているメンバーとの出会いというのがとても得たものかなと思います。改善のノウハウを学ぶことで、自社に貢献できればという思いで、参加しています。知恵のネットワークじゃなくて人のネットワークができるということが非常に大きな強みだと思いますね。こんな会社の方とお知り合いになれたのがすごく良かったです。星野先生の方も非常に、まあ、厳しいようで丁寧にいろいろ教えていただいたので、ものすごい自分にですねためになりました。まあ、企業は人なりというように、人の成長をなくして企業の成長はないというふうに言われておりまして、我々生産性法人のですね、最高水準の総合的人材開発を目指していきたいと。そして、人材育成、最後には九州地域に貢献できる人材を輩出していきたいというふうに考えています。